んですね。だから私つゆの原液を食べててちょっとめっちゃ気持ち悪いんですね今本当に。だから私が気持ち悪そうにしてたらかわいそうって思ってください。辛いですね、めっちゃ気持ち悪いです、本当にすっごい気持ち悪い。で今慌てて私は口をどうにかするためにウーロン茶を3杯くらい飲んだんですよ。コップ大きいコップ、こんくらいの大きいコップ3杯分くらいをガブ飲みしたらなんかより気持ち悪くなって、もう本当に最悪です今日は。はあ、最悪の失敗談でした、うどん嫌いマジで気持ち悪い。皆さんほんと気をつけてください。マジで結構なんか気持ち悪くなる、味濃いとかじゃなくて、まあほんと気持ち悪いです。結構よかった私だけでと思って、被害者が。チェンさんとうとうありがとうございます。塩分やばいやばいよね。でも飲まなく飲んでない、さすがに濃かったから。でも気持ち悪くて本当に最悪だ、口の中がなんかもうおかしいことになってる、最悪です。マジでお肉どうしたらいいんですかね、これうがいしても治らないんだよっていう。今日誕生日なのでおしめお祝いしてほしい。おしめ、おしめの誕生日ってこと。本当にやめてください、やめてください、もう困ります。お客様、フランさんかわいい、ありがとうございます。誰当てかだけ教えて。あ、自分のことね。はい、それでは編集点夏美さんお誕生日おめでとうございます。パチ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 、拍手拍手、ハッピーバースデー、キラ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 、素敵な一年をお過ごしくださいませ。はい、皆さんも拍手する。はい、みんなも拍手、たくさん拍手しましょう。パチパチパチ、おめでとう言うて、おめでとうございます。あ、すごい目、あ、すごいですね、皆さんが拍手してくれてますね、おめでとうございます。皆さんもね、あの随時祝ってほしい方は受け付けておりますので、私はハッピーバースデーの歌とか歌えないんですけど、歌が下手くそなので、まあおめでとうという言葉を発することは私にはできるので、あの誕生日だよって人は言ってください。誕生日じゃなかったことに気づいた瞬間に出禁にします。はい、別にいいですけどね、そんなね嘘まみれのお祝いで喜ぶ人なんていないと思いますから、思いますから、そんなことしないと思いますけど、ニコラスさん流れ星ありがとうございます。フランさんハートありがとうございます。葵ちゃんさんだるまありがとうございます。ニコラスさんハートありがとうございますですね。はい、のりさんハートありがとうございます。ハートハート、前髪伸びてきて嬉しいです。今まあ扱いにくいんですけど、ここまで伸びたので、今私は前髪をねなくしたいなと思ったんですよ、最近大人僕したくて。でも黒髪って前髪ないのなんかキモいなと思って、私には似合わないなと思ってすぐやめました。似合わないんですよあんまりっていうか、めっちゃなんかね気持ち悪くなっちゃうんだよね。似合う人もいるんですけど私はあんま似合わないなと思って、でも今ないくて人前に出る機会が、だから前髪とか別に適当でも、適当でもいいとか言っちゃダメだ、危ない危ない、キメキメにしなくてもいいから、ちょっと金のめんどくさくて伸びてます。そこも伸びるかなって感じだから、多分舞台出るときは前髪切ると思うから、
と1週間くらいかな。めんどくさいからこのまま伸ばします。あー惜しい。なので伸ばしたいなって、めんどくさくてさ邪魔なんだよね。ここまで伸びてよ、すごくないですか。目の下まで来た。いつだっけ、8月の頭くらい、違う9月、7月の末くらいに私がもうええと思って切っちゃったから、それから1ヶ月くらい伸びました。結構嬉しい。最近はもうこんなんです。前髪とか、なんか今すごい綺麗になった。さっきまでね、なんかもうやばかったんですけど、動いてるとやばくなんだよね前髪って。例えばお稽古とかしてる時とかに、お稽古ってまあ人と喋るお芝居がやっぱ多いので、あんまね一人で喋る、独り言言う芝居あんまないと思うんですけど、多分まあ結構会話多いじゃないですか劇って。ふとさ自分で窓とかに反射した自分見てさ、前髪がさなんかもうこんななってる時とかの時々、え私さっきまでこんなで喋ってたんだと思って、すっごい恥ずかしくなるよねそういう時。言ってよと思って、いや言えないんだけどやだ前髪やばと思って、恥ずかしくなりますそういう時。なみっともねと思って。でもさ、なんかずっとこうやって前髪いじってるのもさ、なんかえなんか自意識過剰じゃねってなるじゃないですか。いやそんなあんたの顔なんか見てないよって思うじゃないですか。だからそれも恥ずかしいし、と言って前髪くちゃくちゃでも恥ずかしいし、私どうしたらいいんですかって感じ。最近の悩みがそれです。だから前髪なくしたいんですよ。私パッツンにしたら悩みなんてなくなると思ったのね。そしたらパッツンもパッツンで悩みがあったので、私パッツンなんないの、この生え癖がついちゃって。だから私は前髪をなくしたいという願望を胸に今呼吸しております。ニコラスさん可愛い、ありがとうございます。あと口の中がキモいです、早く治れ。どうしたらいいんだ、牛乳とか飲めばいいのかな。でもさ、めんつゆかける牛乳とか絶対にダメだよね、絶対美味しくないに決まってるじゃないですか。気持ち悪いよ、なんか具合悪くなるの本当に。気持ち悪いと私テンションも下がる。しょんぼり。今日私髪レアめっちゃ頑張った、めっちゃ頑張った。あの辛すぎるうどんを食べながら、お行儀悪いなって思ってたんですけど、だから一人で食べたんですけど、はあ美味しくないこのうどんと思いながら、髪レアすごい頑張った。ご飯があんま美味しくなかったからすごい髪入れは進んだんですよ。めっちゃそれが良かったんですけど、めっちゃ気持ち悪くて超元気じゃなくなる。しょんぼり。水がいい気がする。でも水飲んでもね、なんかね水美味しくないみたいななってダメだったんだよな。もうダメだよ私。しかもグレープフルーツジュースが飲みたかったの、ご飯食べ終わった後に。本当はご飯の前がいいと思うんですけど、なんかグレープフルーツって食欲を抑える作用があるらしくて、だから本当は食前がいいらしいんですけど、私食前食べるとあのご飯がグレープフルーツの味になって美味しくないので、終わった後に飲もうと思ってたの。でも口の中がキモすぎてダメなんだ、ショックだよ。悲しいだけ。今日は私44分くらいに始めたから、先にランキングを読まないとやばい気がする。今55分くらいだから、あと1分くらいしたらランキングを読みます。先に今日はあの本当はもうちょっと早くやろうと思ったんだけど、口の中でちょっとすいません本当気持ち悪すぎて歯磨きをしたんですけど、歯磨きしたらもっと気持ち悪くなって、あこんな時間になっちゃいました。私が日本で一番好きな自信がある梅干しのお菓子食べます。
酸っぱうまい。梅干し大好きなんですよ。梅干しのお菓子も大好き。うわあ。最高っすわ。これですわ。正解。うん。飴なんで。飴ときます。ランキング見ます。13位ムフィドさん、ありがとうございます。12位ユカリンさん、ありがとうございます。11位フランさん、ありがとうございます。10位アオイちゃんさん、ありがとうございます。9位ユノッピさん、ありがとうございます。8位エウリカさん、ありがとうございます。7位伊藤ガマさん、ありがとうございます。6位ひしみらこうさん、ありがとうございます。5位がトミオさん、ありがとうございます。4位がニシプーさん、ありがとうございます。3位がトシさん、ありがとうございます。2位がチェンさん、ありがとうございます。そして1位がニコラスさん、ありがとうございます。フランさん、かわいい、ありがとうございます。うん。チェンさん、かわいい、ありがとうございます。梅干しを食べてる間だけはあの猛威を振るっているめんつゆを忘れられる。救世主だ。一生ついていこうと思う。うん、メイクこっちの方がいいね。うん、お、398日ありがとうございます。あと2日。ニコラスさん拍手ありがとうございます。フランスさんも拍手ありがとうございます。それでは皆様、もう終わってしまうでしょう、きっと。バイバイ。かわいすぎる。だって私は見逃さなかったぜ、この流れていたって。やったぜ。バイバイ。おやすみなさーい。さようなら。また明日頑張りましょう。見てくれてありがとうございました。おやすみ。